今日から始まった交流戦の2カード目、前回は2回でノックアウトされた野上が先発でマウンドに上がったんですが、この上田の振り逃げ、ここから失点、キレのいいカーブでしたけどもね、今日ヒーローインタビューの川端の第6号のツーランホームラン、まずはスワローズが2点を先制します。まあ、これは多分かなりショックだと思うんですよね、はい。まあ、外のスライダーが真ん中に入ったボールですけど、さらに畠山にも一発が出ます。第7号のツーランホームラン、ホームラン2本で4点を失ったという野上、まあ、前回が前回だったわけで本人としても気持ちを入れての登板だったんでしょうが、そしてこれは4回です、木谷ヒットを打たれるシーンです。繋がれました。そして外野も前に来ていた、まあ、そこで打たれた山田のタイムリーツーベース、スワローズに5点目が入ります。まあ、ジャイアンツ戦もそうでしたけど、ピッチャーに打たれて失点するというね、あの時は杉内に打たれて、そうなんですよね、失点という、はい、ピッチャー陣の踏ん張りがね必要ですよね、はい。一方の木谷です、3回までは0点に抑えていたんですが、4回2アウトの後、5番メヒアソロホームランを打たれます。メヒアにとっては本拠地での初ホームランという形になりました。本人としても本拠地一発を放ったというメヒアです。まあ、ソロホームランなのでそんなにバタバタする必要ないんですけども、そこから乱れてきたんですよね、はい。その後満塁から代打の森本が押し出しのフォアボール、2点目に入ります。さらに満塁で1番に入って好調秋山、センターへのこれが2点タイムリーヒット、その差1点とします。まあ、これで全くゲームはね、分かんなくなりましたよね、はい。そして木谷が5回もマウンドに上がって2アウト1塁から6番の浅村、ここを三振に取って4勝目の権利を得ます。結局木谷は5回を投げて101球で降板します。ライオンズは6回から2人目、今日1軍登録岡本陽介、まあ、この岡本も松沼さん、はい、最初の1人はきっちり抑えました。そう、3人で、ね、きっちり、終えて、一軍によく戻ってきたなという感じを見せたんですがね、ただ盗塁を絡めてスワローズ、相川のタイムリーヒットが生まれます。さらにスワローズは8回です。ライオンズは5人目ウィリアムス、このウィリアムスも今日はちょっとボールが荒れていましたかね。そうですね、まあ、踏ん張らなきゃいけないところでね、ここは連打されたんですが、栗山の見事なバックホーム、まあ、これでね、なんとかしのぎたかったんですがっていうところですよね、もうね、この時点では失点はしていませんでした、はい。そして相川も打ち取ります。4連打されて点が入ってない状況まで来たんでね、ここで抑えて欲しかった、ここで押さえておけば分かんなかったというゲームですよね、飯原のタイムリーが出ました。そして1番の山田には押し出しのフォアボール、ストレートの押し出しという形になりました。スワローズからしますと貴重な2点、そしてライオンズからしますともう痛い痛い2点が入ったという8回でした。